こんにちは、りょうです。 DM 調査隊、今日の依頼は新商品でペヤングさんから魔王というものが出てるので、それを食べてレビューしてください、お願いしますということなので、今日はこちらは11月の14日にファミリーマートで先行発売されて、11月21日に一般発売された商品です。もうめちゃくちゃ目引きますよね。こんなのがスーパーに並んでたら私もすぐ目がいっちゃったんですけど、こちらも、ちょっとやるタイミングが遅くなってしまったんですけど、今日はこちらの魔王を食べていきます。そして新商品レビューのことについてまたちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるので、そちらの方は後ほどということで、食べていきます。やるぞ。それでは作っていきます。火薬、からしマヨネーズ、ふりかけ、特製ソース、火薬を入れて、お湯を入れて待っていきます。3分待ちます。では、からしマヨネーズとふりかけをかけていきます。できました。じゃあ混ぜていきますね。じゃあいただきます。鼻にもなんか目にもちょっとくるんですよね。涙出てくる。唐辛子とかいつも私がチャレンジしてる辛さとは全く別の、鼻と目にきますね、これ。やばい、そういうことか、魔王の意味。って言ったらいいんだろう、辛いって言ったらいいのかな。
入れた時に、麺を口に入れた時に喉にもなんかからしですよね、多分からしとか黒胡椒の辛みが来るからむせちゃう。一口目ちょっと私むせちゃったけど、うわ、でも美味しいですね。からしマヨネーズと黒胡椒はお好みでかけてくださいって書いてあったので、ちょっと心配な方はちょっとずつかけてください。結構全部入れちゃうと辛いというか目にくる。とにかくもうすごいなこれ。あともう一個すごいのがやっぱりカロリー。これだけで1207キロカロリーあるんですよ。震えますね。やばいな、最近本当にやばいんですよ。摂取カロリーが本当にやばくて、ちょっとそろそろ動かないとやばいですね。最近はほとんどないんですけど、昔ダンス合宿してた頃は、その頃すごい私食べてたんですよ、量も。胃もかなり多分大きく広がってたと思うんですけど、最近食べる量も1回で食べる量がかなり減ったから、その頃に比べると、量食べるっていうのがなかなかできなくなってきて、大食い企画もちょっと考えたことあるんですけど、ごちそうさまでした。食べた総評をちょっと言おうと思うんですけど、本当にもう何回も言ったんですけど、唐辛子の辛さとは全然違うんですよ。まずそこはそうなんですけど、で黒胡椒と辛子マヨネーズが入ってるので、その黒胡椒のピリピリする感じの、チリチリピリピリする辛さと、あと辛子マヨネーズの鼻にツーンとくるような辛さ、なのでこうピリピリ感とツーン感がこう合わさった新感覚の辛さですね。で結構その辛さもちょっと辛いなっていうのじゃなくて、かなり強めの辛さなので、本当に鼻を通り越して目にも来て、こう私も一口目、動画カメラに映ってないかもしれないんですけど、ちょっと目がうるうるするような感じで、あと一口目むせました。喉にも来るんですよ。なので辛さの刺激は結構強い感じでした、っていうのがこのマオを食べた私の感想です。なので、そんな多分唐辛子系の辛さが得意だけど、こういうツーンとする感じの辛さが苦手っていう方もいるだろうし、その逆の方もいると思うんですけど、食べた後のダメージはそんなにないんですけど、やっぱ食べてる時の辛さはかなり強いです。
今回のレビューに関してですが、今日はこの魔王を紹介してくださいという依頼だったんですけど、同じような依頼がいくつか来ています。その内容がコンビニの新商品のレビューを定期的に紹介してくださいという内容、そして、韓国商品のレビューをお願いします、スーパーやデパートなどの変わった商品の食品レビューをお願いしますなどといった依頼がいくつか来てます。そこで私が気になる新商品や変わった食品のレビュー企画をシリーズでやっていこうと思います。割と新商品レビューに関する依頼が多かったので、激辛に限ったものではないんですけど、これから私が気になる新商品を私がご紹介していきたいと思います。よかったら皆さんも参考にしてみてください。食レポも頑張ります。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。